カフェインのクリームって種類多すぎ、どれ使ったらか分からへんわ。もういろいろ試してみるしかないな。ってことで今日はミンクオイル。ミンクの皮下脂肪を使ったオイルで水とか傷に強く塗るらしい。柔らかくなったり効果が強すぎて革財布とかバッグに使うのはあんまりおすすめしてないとこも多い。いけるよってとこも多い。どっちやねん。塗りすぎたら柔らかくなったりベタついてゴミがついてカビ発生の原因にもなるみたいから気をつけて塗っていこう。塗る前にまずはブラッシング。ミンクオイルをちょっとだけ取ってみてクロスの上で少し伸ばす。表面を円を描くように塗っていく。あ、結構伸びるやん。めっちゃ塗りやすい。いい感じやわ。ちょっとの量で結構伸びるからこれは気をつけた方がいいかも。もし塗りすぎた時はクロスで空拭きする。最後に仕上げのブラッシング。完成。おー、ええ感じのツヤ感でしっとり感とサラッと感両方あってなかなかいい仕上がりになってる。皮も若干柔らかくなってる。オイルレザーに使う時はちょっとの方がええかも。逆に硬いレザーを柔らかくしたい時にもええかも。ということで塗る時は薄く塗って空拭きしてブラシで仕上げてお手入れしてみて。